モーチさーん、あなたの仕業でしょ、落書き。にゃんのことかにゃん。とぼけても無駄ですよ。バーチャルさん結構落ち込んでたんですからね。えぐー。だってかっけーし、喜ぶかなーって。はあ、いいですか、モチさん。あなた今週いくつ校則を破ったか知ってます？遅刻、サボり、服装の乱れ、それに落書き。ルールはちゃんと守ってもらわないと他の皆さんに。逃げないの。やめて、耳をすべ。何ですかそれ。これあげるから見逃してよ。ダメですよこんなの。さすがのトリン、話がわかる。今回ラッキーですよ。